加加藤藤ゼミナーの代表をしておりますす弁護士の加藤隆です今回の動画はですね、司法試験における行政法の品質分野論点の説明となります。で、行政法はですね、あの、基本7科目の中でですね、まあ、計訴訟法と、え、に、と並んでですね、まあ、一番司法試験の過去問のですね、まあ、流用頻度が高いです。なので、まあ、行政法と計訴訟法についてはですね、まあ、年度によっては、もう過去問だけでしない範囲をカバーすることができることも ありますただ、えー、なので行政法とね係訴法についてはですねやっぱりその過去問に重点を置いた勉強をすることになりますまあ過去問で、えー、次第ね、えー、品質の分野論点これをまずしっかりと勉強するでその上でこの品質分野論点についてちゃんと高い水準で答案書けるようになったら、まあ、過去問以外からの次第に備えて、まあ、徐々に徐々にですね、まあ、可能な範囲でインプットの範囲を広げていくと。 いうことですね。なので、行政法と係争法はですね、もう過去問で、まあ、ほとんど主題範囲ね網羅することができるんで、過去問で品質の分野論点、そこをまず重点的に勉強して、えー、深い理解を身につけて、高い水準で答案書けるようにする。その後に広げる勉強をするんですね。 民法とか、えー、とはちょっと違うわけですよ、えー。民法なんかだとやっぱりどっから出てくるかわからないんで、過去問に絞った勉強をすると大きなインプットの穴ができるわけですね。なので、やっぱりその浅く広くですね、最低限対応できる幅をちゃんと広げた上で、可能な範囲で、えー、過去問で品質の分野論点について高い水準で問をかけるように、まあ、その絞った勉強をするわけですね。深い勉強をするわけですよ。浅い勉強をした後に深い勉強をするのが民法。 でそのに対して深い勉強的を絞った深い勉強をした後に徐々に徐々に広げる勉強をするというのが行政法と係争なわけですね。で、えー、ただちょっと気をつけなければいけないのは、まあ、今言った通おり、まあ、過去問だけやればいいっていうわけではありませんちょっとそれはリスキーですよね過去問から以外から出てきた場合にやっぱり何も対応できなくなってしまいますからでなおかつですねやっぱりですねあの近年の次題傾向を踏まえると令和2年かぐらいからですかね 令和1年か令和2年ぐらいからは、ちょっとですね、これまでは重点が置かれてなかったような、ちょっと細かい分野論点というのをですね、あえて出してきてるんですね。例えば、令和1年だったらですね、その無効確認訴訟における補充性。これ平成18年に一度出てるんだけど、それ以降1回も出てないんでね、結構書けなかった人多かったんですよね。で、あとは、あの、令和2年、あとはですね、令和2年ですかね。 あの、あと、令和3年ですね。令和3年だと、まあ、あと、訴えの利益に関するね、その共感関係に関する、まあ、訴えの利益に関する判例が、まあ、出ましたし、で、令和4年なんかではですね、またこの開発行為に関するね、えー、まあ、訴えの利益に関する判例知識が、まあ、出たわけですね。なので、あの、ピンポイントにですね、この判例知識を聞いてきたり、ちょっとなんか細かいね、あのー、 判例を聞いてきたりも、分野とか論点、判例を聞いてきたりも、徐々にしてるんで、なので、過去問だけやるっていうのはちょっと危ないんで、過去問でちゃんとね、主題されてるものについては、ちゃんと深いね、勉強して、高い数字の答案かけるようにしておく一方で、過去問以外から出てきた場合に備えて、やっぱり、インプットの幅ある程度広げておく必要があります。例えば、行政指導の限界なんか出てくる可能性もあるわけですよね。品川マンション事件判決とか、そういったことを踏まえて。あとは、国家賠償法の2条。 2条まで出てないですからね。司法試験でも予備試験でも。2条の責任が出る可能性もありますから、やっぱりね。まあ、あちゃんとその総まくりテキストとか、基礎応用関節とか論証集のランク付けを踏まえたメリハリ付けをしつつではありますが、過去問で出てないところについてもある程度勉強しておいた方がいいです。ね。なのでちょっと気をつけてください。<laughs> で、えー、分野から見ていきますが、もう圧倒的に高いのがね、行政裁量処分制度、原告適格です。これ私、三大品質分野って言ってます。 で、なんでですね、この行政裁量処分制原告的確、こんなに何回も何回も出るのか。これは何回出しても受験生間で差がつくからですね。結局、行政裁量って言ったとしてもですね、なんか論点の論証パターンペタッと貼り付けて、はい、終わりではないわけですね。で、処分制についてもそうですよ。処分制の判断枠もかけて当たり前。その上で、個別を踏まえて、この処分制の判断枠みを深く、正しく、ね、二、理解に基づいて、 えー、事案に正しく適用して、個別法に正しく適用して、説得力のある論述をできるかどうか。これは規範を正しく理解しておかなければできないことですよね。さ,さらに言うと、規範に紐づいてる判例、そこまでちゃんとある程度勉強してこないと、正しく説得力のある当てはめっていうのができないわけです。原告的確もそうですね。法律情報祭って歴史と論調も誰だってできます。その当てはめであって、 当的な差がつくんですね。えー、ちゃんとですね、えー、その、少なくとも一般公益として保護されてるか、で、じゃあ、個別的利益としても保護されてるか、じゃあ、個別的利益として保護されてる人たち、どの範囲の人たちが個別的利益として保護されてるのか、とかね。で、あとは、その原告撤学の、まあ、判断をする際にですね、処分の根拠規定から見るわけであって、この処分の根拠規定の趣旨が、処分の根拠規定を見てるだけではわからない場合には、<laughs> えー、まあそれ以外の規定として例えば目的規定とか関係法令だとかまた内部基準とかね徐々に徐々にその参考資料参照する資料を広げていくわけですよね。こういった正しい流れをちゃんとね理解してるかどうかとかもうとは見れば一発でわかるわけですね。でこのようにあの結局 判断枠組みを正しく適用できるかどうかってところで差が付き合い、やすい分野っていうのは何回出しても差がつきやすいんですね。差がつくんですよ、受験生かね。だから繰り返し出てるんですね。で、一方でですね、例えばその差し止め訴訟、差し止め訴訟なんか取材されたら、もうたいね、書くとこ決まってるわけですよね。 ま例えばその処分がされようとしているところについては処分の改善性を意味するんだと単なるかな性は足りないんだと言ってまあ適当に与当めればなんとなく答案っぽくなりますよね。あとは重大な損害についても24年の判例を踏まえてですねこの執行停止取り消し訴訟と執行停止によっては要因救済できない損害を意味するんだとまあこれぐらいの規だったら誰でも書いてくるわけですよ。で当てはめはそんな難しくないわけですね規範かけちゃえば。なのであんまり受験生間に差つかないんですね。 <laughs> で、あとは、広報上の確認訴訟についても、まあ、確認の利益のね、3要件掲げて、まあ、当てはめをするっていうのは、まあ、多くの受験生がやってくると。なると、やっぱりあんまりね、受験生間で差がつきにくいと。 ということですねなのでやっぱり行政サイ処分制原告撤回、これ三大品質分野と私言ってますがあの判断枠組みを正しく理解できてあるかどうかっていうところで圧倒的な差がついてでこの判断枠組みを正しく理解するっていうのがすごい難しい分野なんですねだからこそ何回出しても受験生間で差がつくから何回も出すんですよっていうことですねこのまあ次第のね 傾向って非常に重要かなと思います。だからこそ、まあ具体的な事例だとか、まあ演習だとか、まあその前提としてのね、まあ質の高い総まくり講義とかそういったインプット講義を聞いてですね、判断枠組みの正しい使い方ってことをしっかりとマスターしなければいけないわけですね。適当に演習してるだければ、この三大品質分野については正しい書き方見つからないんですからね。インプットとか、まあアウトプット講座ですね。インプット講座とかアウトプット講座。ええー 加藤寺ミなら講座で言えば、総まくり講座とか、あと基礎問題演習講座、あとは司法試験去問講座ですよね。こういった演習系の講座とインプット系の講座の私の解説とその量子な答案よね、踏まえて、徐々に徐々にこの正しいね、答案の書き方っていうものが身についていくわけですよ。 であとは差し止め訴訟は4回出ていてまあこれはですね差し止め訴訟ができてたらおそらく24年の判例を踏まえてですね、まあ、処分されようとしてるっていうのは処分改善性を意味するんだで重大な損害っていうものはあの取り消し訴訟と執行停止とのねすみ分けをね趣旨としてるんだから、えー、取り消し訴訟を執行停止は容易要因救済できない損害を意味するんだみたいなこのやっぱ24年判決を踏まえた規範定率っていうのは、まあ、飛ばせない必須かなと思います。で出題頻度的にそろそろ出てもおかしくないでしょうね最後に出たのは27年ですからね ま、重要性から踏まえる、重要性も踏まえると、いつ出てもおかしくない。で、広報所の確認訴訟についても同様で、あと、訴えの歴。これなんか最近出てるんですよね。えー、令和、あの、平成21年。平成21年では、あの、建築確認でね、えー、建築確認かかる、えー、建築物が、あの、まあ、完成した後に、建築確認のね、取り消し訴訟を提起できるかみたいな論点が出てるわけです。はめがあるとこですよね。で、令和3年は共願関係。で、令和4年は、 え、開発、え、許可かな。これに関する、えー、ま、判例のね、踏まえた訴えの利益が出てるんだということです。まあ、いずれも判例を踏まえた訴えの利益です。なので、ま、出題頻度から考えるとですね、あの、平成27年ですね。平成27年。 あその営業停止処分をね、えーまあ、受けて、営業停止処分のね、えー、この営業停止期間が経過したんだけれども、その内部基準によってですね、過去にこの営業、えー、過去にね、数年、過去数年前にこの営業停止ね、の、えー、処分を、業務停止の処分を受けていた場合にはですね、まあ、2回目の業,業務停止を受ける場合に、あの処分のね、まあ、その料亭が過重されるんだと、処分が重くなっちゃうんだという運用するべきだというその内部基準があったわけですね。 だからこそ、そういった中不利益はまだ残像してるんだって言って、あの、1回目のね、えー、その、営業停止処分の、あの、業務停止期間が、え、経過した後に、ね、え、この営業停止処分の取り消し措置を、ま、提起したという、平成27年の事案ありますよね。で、あそこで結局その内部基準の、 あの、拘束力を認めて、えー、こういった拘束力を前提として、不利益が残動してるんだから、えー、これをね、えー、解消するべく、あの、訴えの利益認めるべきだよねって言ったのが27年の判例ですよね。なので、この内部基準と絡めて、訴えの利益っていうものを、あの、認める、は、あの、論点が、もしかしたら来年以降出るかもしれないですね。結構この判例を踏まえて、訴えの利益について論じさせるっていうのが、まあ、3年と4年で連続して出てますからね。あとは執行停止ですね。執行停止はですね、 あの、かつては2回連続で主催されてたんですけど、なんか最近出ないんですよね。ですが、やっぱり執行停止って重要ですから、まあ令和4 5年以降ね、いつ出ても私はおかしくないと思います。で、執行停止っていうのが出てきたら、やっぱりその一つ一つ要件当てはめなければいけないんだけど、逆つくのはも圧倒的に逆つくのは重大な損害ですね。重大な損害についてはあれ規範があります。多分、あの、加藤ゼミナールの教材以外では、 あの、重大な損害について定義書いてないと思うの、執行停止については。あれは、あの、基本書に書いてないんですね。事例研究行政法にだけちょろっと書いてあるんですよ。で、過去の主題趣旨見ると、ちゃんと規範かけて書いてあるんですね。えー、主題趣旨がヒアニングに。なので、ちゃんとね、その執行停止について、あの、規範を定立して、で申し立て人側と処分の必要性の比較考慮って観点から、重大な損害で当てはめをする。って これが非常に重要になってくると思います。ちゃんとね、確認しておいてください。あとは、まあ、無効確認訴訟。まあ、無効確認訴訟って言ったらおそらく補充制の話でしょうね。で、あとは、直接型義務付け訴訟です。で、直接型義務付け訴訟が出てきた時に気をつけなければいけないのは、原告適格が絡んでくるってことですね。これは、直接型義務付け訴訟っていうのはですね、基本的には、第三者が、あの、処分の義務付けを求めるんですよ。第三者が、処分の義務付けを求めて訴え提起するんですね。典型的には。まあ、自分に対する処分を、 の義務付けを求めて訴え提起するっていうのは、まあ、あるっちゃあるんですけど、かなり稀です。なので、大体直接型義務付け訴訟が出てくる場合っていうのは、あの、第三者が、あの、処分の義務付けを求めて訴え提起するんですね。となると、原告撤却が出てくるわけですね。原告撤却と絡めて出せるんですよ。実際26年と29年はいずれも第三者の原告撤学出てますからね。あとは損失保障です。だからね、憲法よりも行政法の方が損失保障を重視されてるんですよね。まあ、24年と27年。で、いずれも、 特別の犠牲。これが問題になってるので、ちゃんと特別の犠牲についてはね、えー、論証だけじゃなくて、当てはめのポイントも含めて復習しておかなければいけません。あとは論点、えー、単位で見ていくと、まあ、裁量眼だけ出てるんだから、それは裁量画の論点っていうのは多いですよね。で、裁量の問題っていうのはこれ、3つに分類することができます。裁量基準に従った裁量権行使。裁量基準から逸脱した裁量権行使。あとは、裁量基準が絡まない判断家庭審査ですね。 で、あの、いずれも判断過程審査ですやってんのは。裁量基準に従った裁量権行使の場合も、裁量基準から逸脱した裁量権行使の場合も、やってんのは判断過程審査です。ですが、裁量基準から逸脱した場合と裁量基準に従った場合は、判断過程審査のやり方が、あの、定式化されてるんですね。判断過程審査やり式が、あの、定式化、あるいは定型化してるわけです。 この意味でその例えば裁量基準からね逸脱した裁,裁量基準に従った裁量権行使だったら、まあ、最初にこの内この例えば行政規則例えばその通達っていうのはその行政規則なんだから処分要件そのものに当たらないよねとだったらこんなことを考慮してあの処分やっていいんですかと。 いやでも、裁量が認めるんだったら、裁量の範囲で、あの、内部基準を考慮することができるよと。じゃあ裁量あるんですかで、裁量ありますと。でも裁量があるからだって、何でもかんでも考慮していいわけじゃないよね、と。えー、裁量基準は合理的なものでなければ、え、慮することはできませんよ、と。いうことで、今度裁量基準の合理性が問題になって、裁量基準が合理性があるとしても、機械的に裁量権行使するのはダメだよね、ということで、公別事情、公理組み違って話が問題になるわけですよね。なので、こんな感じで、その判断過程審査、あの、判断、あの、処分、あの、 違法性判断の、ね、流だからもうその裁量基準が絡まない判断過程審査のようにですねオープンにですね、えー、まあその受けてですねまあじゃあ田地、えー、コールに当たるのか個別、えー、コール婦人に当たるのか事実評価の明確な合理性決定に当たるのかだけをなんかねあのざっくり漠然と審査するわけでもないんですねもう流れ決まってますからただやってんのは判断過程審査だってことは一応知っておいてください で裁量基準が絡まない判断過程審査これは結構近年の証試験で重視されてるんですねやっぱりねこれ真の実力が聞けるんですよあの裁量基準が絡まない判断過程審査っていうのはですね論証パターンの貼り付けの側面ってほとんどないんですねコール事項が例えば3つとか、えーね、2つとか3つあってコール事項ごとに、えー、これはコールするべきなのかとでコールするべきだとして重視していいのかどうかとかそういったことを一つ一つですね、えー、事情と、えー、処分の根拠規定の趣旨目的を比較して 判断することになるわけですね。ほんの真の実力が超えるわけですで。あとは裁量基準から逸脱した裁量権行使。これはまあ27年内のね判例、まあ、論書を貼り付けて論じることになるわけです。であとは、あの、ちょっとね、こっちに飛びます。こっちに飛んで、裁量基準に従った裁量権行使。これはさっき言ったね、あの、まあ、流れで論じるわけですよね。で、この裁量基準に従った裁量権行使はですね、あの、 一時は司法試験でね、本当にね、もう連続して出題されてたんですけど、なぜか28年から一度も出てないんですね。まあ、この理由は一つとしてはですね、まあ、ちょっと出しすぎちゃったなと。23年、24年、26年、27年出てるんで、いや、さすがにこんだけ出ればもうね、受験生それなりに対応できるわけですよね。しかも、結構、そのね、当案の方みたいなのあるわけですよね。裁量基準の方、裁量研講師って。 ね、通達の場合だったらその通達っていうのはその行政規則だからえ処分要件そのものにはえ組み込まれないんだとでも行政裁量が認められるんだったらその範囲内で通達を定めた内容を考慮する余地があるようでじゃあ裁量あるんですかで裁量あるとなるとこの通達は裁量権行使の準則たる裁量基準にい続けられるとじゃあ裁量基準との合理性あるんですかあるとして個別条考慮組み違反あるんですかでもうもうねあのこの答案の型にはめて書くってこと自体はできるわけですよね。だからあんんまり受験生でで差がつきにくいんで まあちょっと最近出てないのかなと。でもずっと出てないんで、そろそろ出てもおかしくないですから、しっかりと準備しておいてくださいね。令和5年以降、いつ出てもおかしくないですからね。で、ちなみにですね、この裁量基準に従った裁量権行使と、裁量基準が絡まない判断過程審査と、裁量基準から列出た裁量権行使これね、複合して主催されることもあるんで気をつけてください。で、あとはやっぱ処分性ですね。処分性はですね、ここです。 後続行為との連動性に着目した処分性判断。これがですね、やっぱりそのね、初期の方の司法試験の本当に品質だったんですね。19、20、24、25と出てますからね。で、この後続行為と連動性に着目した処分性判断って何かっていうと、先行行為と後行行為がありますと。で、先行行為自体の効果に着目すると、方向化性あるいは方向化の直接具体性を認めるのはちょっと難しいと。 でも、先行行為に控えてる、皇族行為があるわけですね。その後に控えてる。この皇族行為に至るんだってことに着目して、先行行為に直接具体的な方向化性認めることができないか。とか、直接具体的な方向性を認めることができないとしても、例外的に権利協産の実行性って観点から、処分性を認めることができないか。ってことを論じることが求められてるわけですね。いいですかねこの先、皇続行為と連動性に着目した処分性判断で出てくる判例は2つです。1つは、 土地区画整理事業計画決定の処分性を認めた平成20年の大法廷判決ですね。もう一つ、えー、病院開設中止勧告の処分性を認めた17年の判例です。いずれも皇族行為との連動性に着目した判例でありますが処分性を認めた理由づけが違うんですね。えー、20年の大法廷判決っていうものはあれは都市計画決定がなされるとあっ土,土地えー 土地区画整理事業計画決定がなされると特段の需要がない限り勘違処分を受けるべき地位に立たされると要するに先行行為が行われると特段の需要がない限り不利益性のある皇族行為に至るんだとこの強い連動性に着目して先行行為の段階で皇族行為に至るんだっていう地位に立たされるっていう意味で直接具体的な方向活性を認めたんですねこれをあの法的効果の前倒し的な読み込みと言いますで 病院解説中止勧告の判例は何を言ったかっていうと、あれはですね、あの、先行行為が行われると、特段の事情がない限り、不利益性のある後続行為に至るとまでは言えないと。特段の事情っていうね、強い連動性までは認められないと。ただ、相当程度の確実さをもって、不利益性のある後続行為に至るんだと。で、この後続行為による不利益性っていうのは、深刻なものなんだと。だから、直接具体的な方向化性、まあ要するに、 先行行為についてあの法的効果の前倒し的な読み込みによって方向化性とか直接具体的方向化性を認めることはできないんだけれども相当程度の確実さを持って深刻な不利益が生じるってことを着目してもうこの先行行為の段階であの広告訴訟を、ね、認めておかないとこれまずいだろうと権利救済の実効性の観点からだからえ方向化性方向化性っていうね処分性の要件本来的な要件を満たさないんだけれども 例外的に権利休産の実効性って観点から処分性認めますよって言ったのが17年判例なわけですね。だから論じ方としてはまずは処分性の本来的要件の枠の中で処分性ね、認められるかってことを普通は検討しますよね。だからまずは、 20年の大法廷判決、土地区政治事業計画決定の処分性を認めた20年の大法廷判決を踏まえて先行行為と後行行為との間に特段の事要のない限り後行行為に至るという強い連動性を認めることで法的効果の前倒し的な見み込みによって先行行為に直接具体的な方向化性を認めることができないかということが問題になります。で、それができないんだったら今度は17年判例を踏まえて、えー、まあその権利救済の実効性という観点から 処分制の要件、本来的には満たさないんだけれども、例外的に処分制ありと言えないかってことを検討するわけですね。これ、司法試験の予備試験の重視されてますからね。もう、いつ出てもおかしくないです。来年ね、取材される可能性も高いですから、しっかりとここは、えー、まあ、復習をしておく必要があります。あとは、条例制定行為の処分制。ね。まあ、これも結構重要な論点ですよね。あとはですね、令和2年3年、ちょっと特殊な主体があります。処分制判断における申請権アプローチ。 これはですね、あの、通常皆さんは、あの、処分性について論じるときに、まずは、昭和39年の、あの、処分性の判例の定義を書きますよね。まあ、39年の判例の、処分性の定式と言われるものですけど、処分性の定式を書きます。で、この判例の処分性の定式を、今度、貢献力性、方向化性、直接具体性といった、工学上の要件に置き換えるわけですよね。その上で、じゃ貢献力性あるのか、方向化性あるのか、直接具体性あるのか、といった感じでですね、 え、工学上の要件に当てはめをしていくわけですよね。これがオーソドックスなやり方です。ですが、あの、このですね、工学上の要件が機能しない場合があるんですね。えー、公権力性、方向化性、直接具体性といった工学上の要件が発動しない場面があります。これが処分性判断における新政権アプローチというものです。えー、これはですね、あの、係争行為があって、係争行為について処分性が問題になってるわけですよね。で、この係争行為についてですね、 あの、法令上の新政権が認められるかどうかって観点から、処分性を論じさせる問題です。えー、つまりですね、えー、例えば、あの、まあ、ある、まあま、例えば X がですね、X が、まあ、法令とかね、ま、規則、まあ、まあ、法令のね、規定に基づいて、まあ、何らかのね、応答を行政側に求めましたと。えー、ね、えー、 X が法令の規定に基づいて行政側にですね、何らかのですね、まあ行為を求めましたと。まあ例えば同意してくださいとかね、えー、っていうことを求めましたと。で、これに対して行政側がですね、まあ例えば不同意とか、拒否の応答したという場合に、この拒否の応答が、まあ処分に当たるかどうかについて、新政権アプローチって観点で論じる場面があるんですね。でも、新政権アプローチで論じるっていうのは、公権力性、公効化性、直接具体性って観点から論じるんじゃなくて、 で39年の判例の定式まで書いてその,あその以降高額上のね3要件を書かないで、えー、法令上の新政権が認められるんだったらそれに対するね濁費、えー、の応答っていうものはまあ要するにこの許可処分か拒否の処分なわけですよね。っていう観点からあの法令上の新政権が認められるかどうかってことを論じることになるわけです。 いいですかね、だから、X が、その例えばその行政側になんか同意をしてくださいと求めましたと。で行政側が、いや、同意はしませんっていうねえ。拒否の反応をしたわけですね。この場合に、同意を求めるってことについて、法令上の申請権が認められるのであれば、これに対する拒否の応答っていうのはあの、拒否処分っていう位置づけになりますよね。法令上の申請に対する拒否の応答なわけだから、拒否処分に当たるわけですよ。だから、あの行政側にこういった行為をやってくださいっていうね。 私人,人がですね行政側にこういったことをやってくださいっていう求める行為が法令上の申請権に基づくものと言えるのであればもう自動的にこれに対する、ねえー、応答っていうものは、えー、許認かまたはその拒否の処分っていう形で処分に当たるわけですね。って形で法令上の申請権が認められるかどうかっていう観点からそれに対する応答としての、えー、行為が、えー、許認かまたはその拒否の処分に当たるかどうかってことを論じる。 これは新政権アプローチというものです、通常の処分権、処分性の論じ方とは違うわけですね。あとは違法性の承継。まあこれもね、もう2回出てて、まあ次第頻度からすると、また令和5年以降いつ出てもおかしくないですよね。あとは、行政法10条1項による取り消し中の主張制限です。あと、無効確認、訴訟の補充性だとか、まあその訴訟に来る特別の犠牲、こういったことがね、まあ、えー、まあ2回出てるんだということです。で、あとはね、まあこれまで司法試験で出てない、まあ、 判例とかね、分野で言うと、やっぱり危ないのが一つ行政指導ですよね。あの、品川マンション事件判決を踏まえて行政指導の原価。あれは29年の予備試験で正面から出てますから、あの、司法試験でいつ出てもおかしくないです。で、あとはですね、えー、っと、えー、国家賠償法2条ですね。国家賠償法2条の責任。あれは判例が出るっていうよりも、もうとにかく可視ですよね。あれは3要件を踏まえて、3要件なし3要素を踏まえて当てはめしますよね。 この歌詞の概念について、ちゃんと3要件なし3要素を踏まえて、当てはめをね、することができるか。あとはですね、やっぱり訴えの利益ですね。訴えの利益について、その、業務停止処分に関する平成27年の判例ありますよね。その内部基準の、あの、裁量基準のね、拘束力を踏まえて、あの、訴えの利益を論者せる問題。これも危ないですし、あとは理由の提示ですね。あの、一級建築士の免許取り消しの事案において、理由の提示に関する判例が21年かどうかでありますよね。 あれもいつ出てもおかしくないです。もうすでに予備試験では出てますからね。要するにその採留基準の適用関係まで、処分基準の適用関係まで理由の提示として示すべきかどうかっていうのがね、えー、の一級建築士の免許取り消しの事案で問われてるわけですけど、あれはもう28年の予備で出てますから、司法試験でいつ出てもおかしくないです。なので、えー、まだね、司法試験では取材されていない超重要、えー、判例もありますから、えー、そういったものもね、ちゃんと まああの総括りテクストとかね、えー、それからあの基礎問題演習講座ではね、ちゃんとあの問題反映してありますから、しっかりと対応していただきたいと思います。でそれではですね、えー、司法試験における行政法の品質分野論点の、えー、解説は以上となります、えー。ご視聴いただきありがとうございました。